半のアディショナルタイム残り時間わずかというところで同点に追いついたショーラン・ベルマーレです。セットプレーからの得点。ただこのバラドのボールの質が非常に良かったですよね。ただ本当にどこにボールがあるのかなかなかこう確認するの難しかったですけど、はい、まあ、そこに対して杉岡がしっかりボールの位置を確認してうまく蹴り込みましたから、まあ、柏もしっかり人数かけていたので跳ね返したかったですけどね、まあ、これほど人数かけていた湘南に対して、まあ、難しかったですかね。